食べこぼしがちょっと似合ってるかも。もうわしこれで言ったらカイさんが優しくしてくれるかも。いいやこれで。あー、罰にしちゃった。もうもうなんかあの古事記しに行く気満々みたいな格好じゃんこれ。こんにちは、土の子です。今回もフレンドさんの島に遊びに行ってみたいと思います。今回はカイさんの島行ってみましょう。からもしかしたらまた下手すりゃブツブツになるかも。あー、カイさんブツブツになる系か。系だって前から言われた。あー、なるほどなるほど。イヤホンで話してるってこと？イヤホン。なるほどなるほど。マイクつけてイヤホン。なんかブチブチ言ってるけど大丈夫？やっぱブチブチ言ってるよね。うん、でも今はすごい綺麗に聞こえてるよ。あー、そう？うん。ならならいい。うん、それでいいよ。奈良地初めて久しぶりに出したもん。前なんか通わした時なんか問題で絆創膏貼ってなんか物返して。なるほど。絆創膏貼ってそれが意外と良かったりした。わあ、綺麗だねやっぱり。いいね。カイさん、土の子のやつ飾ってくれてるじゃん。どこから案内してもらえるかな。ちょっと初めてだね、ディスコードでやるのは。大丈夫、初めて。あ、あら、かわいい。ナミ、ナミ、あ、あ、ナミちゃんね。ナミちゃん、それはわかるよ。あの、姉妹、兄弟、違う。銀玉の、銀さんのいるチームのにいるナミさんでね。よろずやの人に。よろずやの、そう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 。カグラって、いや頭がないんだよ。黒がない。黒がない。あ、なるほど。そここだわりたいんだやっぱりね。こだわりきです。よーし。マイレザー書くってのもある。あ、なるほどなるほど。よーし行こう。とりあえず大食い。大丈夫？大丈夫？なんか今ね途切れたかも。あ、やっぱ途切れた？うん。くてか、こぎがすごいよくて。やべ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。大事な部分だけがちょっとプツップツッって、プチュップチュッって消えてて、ちょっと伝わりづらいかも。なんか途切れちゃうのか。ちょっと待ってね、かぐらちゃんは最初からいるよね、1話の。あー、わかんねえ。語彙力がない。あ、オッケー、わかった。よし、行こう。かぐらちゃんと一緒に。かぐら、ところどころプレゼント。それも大丈夫だ。ほんと？これもしかして。 あら、あ、ちなみに全部4つあります。全部で4つ。4つ、探し。探す系ね、オッケーオッケー。探し、多分わかりやすい。またあの小じきしちゃいました。なんだろう、なんだ。え、木の枝じゃん。木の枝じゃん。遊び心はいい。遊び心あった方がいいのかな。なんかあのどれか何個か開けるみたいな方が良かったかもね。当たり外れがあるんでしょ、きっと。外れを先にやってしまったかも。外れは結構あれだよね。前来た時はそのマイデザがいろんなところにこうペタッと貼ってあるだけだったけど、今は前出座はどうなってるの？あれは残してあるのかな？前出座普通にあります。あ、ほんとだ。これが、カムイ、カグラのお兄ちゃんのカムイだよね。お兄ちゃんの、はい、この間のでちょっとだけ覚えて、あと銀玉をワンシーズンの1話だけ見たっていう。1話だけだと。1話だけだからあのカムイまでは出てきてない。カイさんは最近なんでしょう。でも銀玉ハマったの最近。ガチハマりしたのハマって半年くらい。ああ、結構前からあったけど見てなかったってこと。ああ、単純に知らなかった。ああ、知らなかった。というよりかは、うん、その時あんまアニメとかあんま見てなかったんだ。あんま見てなかった。ああ、なるほどなるほど。変わったやつしか。おそ松くんだもんね、カイさんは。うん、最初は。僕もカイさんといえばおそ松くんだったから。僕くんじゃなくあ、おそ松さんだっけ。おそ松さんが新しい方だっけ。はい、
そうそうそう。キャンプのあれ見ます？あ、キャンプの見る見る。なんかすごいキャラが来てたね。もう僕じゃんこれ、もうほとんど。え、これツッチーのあれ、うん、これリアルな僕じゃん、これ垂れ目でなんか。もう僕だらけてる方の僕じゃんこれ。僕こんな感じですよ。カフェテラス。これなんかすげえ作りてえなって。あー、カフェを、うん、いいね、こういうカフェ。最中の寝てる時、うん、夜寝てる時に思いついて、うん、これ作ろうって思ったのに、うん、あの行動が遅く、行動が遅くてずっと放置してたけど、ようやくこうやる気になって作ったんだ。この間クレープ食べてなかった？クレープめちゃくちゃうまい。いいな。なんかでもすぐに飽きてなかった？なんかツイートで。あー、甘いものを一個すぐ食べるとすぐ飽きちゃうんですよ。あー、なるほど。そんな感じ。あー、それもわかるけどね。甘いのとしょっぱいの交互にいかないと飽きるよね、確かに。あー、甘いもの苦手なんだね、ほんと。最近苦手になって。あら、じゃあちょっとお酒が強いかもしれないよ、カイさん。え？え？甘いの嫌いな人ってお酒強いイメージあるけど。あー！あった！あれ、これ中身な。はい。まあ見てください。あー、ありがとう。なんだろう。木の枝と来てるから、これちょっと期待できるんじゃない？ステップアップでしょ、これ。あ、紙ゴミちゃん。ちょっと待って。もうねえ、ダブルでゴミじゃんこれ。もうちょっと似合ってるし、しかも服装に。いい感じになってるわ。いや、なんか遊び心ですまた。これナランチャさんとポブちゃんとこ来た時みたいになっちゃった。あら、株が散乱。何これ、何のパーティーが行われたのここで。え、これ儀式。え、儀式。え、待って、これ銀玉かなんかで関係してる儀式？いや、全く違います。ただただ思いついた。思いついて株の儀式。あー、それ今でした。さっき今思いついたやつ。あ、今思いついて作ったの？あー、適当にいただけ。それ、あ、すごい。はい、これここで揃えるのめちゃむずいな、これ。あ、これ見づらいの。あ、当たったけど。当たったけど、この、これ横で行くのめっちゃむずいなこれ。よしか、目押しか。お、あ、目押し行くよ。お、どう、おら。おら、絶対強そう。タイミングをした。これはちょっと無理じゃないね。これカイさんの視点からわかるかなこれ。これはさすが無理でしょ。もうモーパイと同じでしょこれ。これ回らない。いきます。どうだこれ。いや、さすがに無理でね。さすがに無理。くそ、悔しいな。心で感じろ。心で感じたい、こっちも。あ、これ見えねえ。これ本当に見えないから、僕の画面から。はいはい、どうなる。はい、あー、そろってた。あー、テレレレンって言った。あ、もうね、逆に揃ったんだけど、左と右。何これ、同じタイミングで押しててちょっと怖い。自分が怖いわ。あ、何これ、こんな立てれるの。逆にちょっと怖いけどね、このスコップが立ってるのと。あの色を揃えても。あー、なるほどなるほど。これが以前に服装あれだけと。あー、本当にあれ、髪の毛とか全部変えちゃったんだね。はい、銀時っぽくしてたのに。カグラが結構再現しやすくて。あー、なるほどなるほど、カグラに合わせてるってことか。カグラと銀時だけ。あと新パチいるけど、ちょっと待って。あー、うんうんうん。あれは、エリザベスは。エリザベス。エリザベスは枕の。あ、枕にしてるのか、今からか。あら。あの、自分がよく書いてる中で、ね、こう棒みたいな。あ、
ほんとだ、ちゃんと後ろ棒に変えてくれてる。自分スタイル。あの独特でちょっと僕好きなんだわ、あのカイさんのコンボコンボっぽいよね、ほんとブンブン振り回して、これ人死ぬレベルだよあれ。あ、待って、死ぬのあった。あれ、これ中身なんだっけ。よし、ちょっと木の枝、木の枝にあの、なんだっけ、紙袋と来て。あ、これどうなるかな、どうなるかな、なんだろう。あれ、でもなんかカバー、ソフトクリームだ、うんち帽子じゃないの、もしかして。またこれ衣装に合ってるな、このうんち帽子が。あ、いい感じなの、なんかなんでこんなにいい感じなの。これ何、これ着せ替えで遊んでいくパターンじゃん、もうカイさん。たまたますぎて面白い。もうあのソフトクリームって来た瞬間にうんちだと思った僕。お邪魔しまーす。え、どうしたの。いや、服装がすごく愛しくて。そうそう、うんうん。もうなんか来た、あーすごいすごい、え、こんな感じじゃなかったでしょ。あれ、パープ、すごいね、これは、後々の理想の家みたいな感じ、カイさんの。あーと、適当に置いただけなんで、わかりません。そうなの、二段ベッド、カイさん。あー、今はガチ。その一階を使って。あー、なるほど。一階、姉が使って。ほ、ない。あ、カイさん、お姉ちゃんがいるのか。ああ、10歳離れ、なるほど、かな。ああ、結構離れてるね。うん。よし、どっちが、どっちから行こう。カイさんに決めてもらおう。どれに。覚えてないんじゃないの。どっちに何があるか。カイさんが行った方に行くよ。もう家具が揃ってなくて、ウェディングあれと思ったか。家具がなくて作れてないから、そのままイースターに放置。ああ、イースターか。イースター部屋をみんな作ってたもんね、ほんと4月のあたりは。あ、ほんとだ。ここら辺は多分前と変わってない。なんでうんち転がってんの、ここに。ねえ、イースターの中に。なんでうんちと、これ誰のポスター、これ。デースケ。あ、デースケね。あ、ほんとだほんとだ。なぜ語尾が。なぜデースケの隣にうんちを。解散。たまたまじゃん。あ、たまたま。なんでここにうんちだけあんの、ここ、こんだけ統一させてんのに。ここだけおかしいでしょ。やっぱ遊び心。なるほど、遊び心ね。多分ツッチーはすっごい嫌がる気がする。え、なになに、なめくじ、もしかして。なめくじじゃない。ああ、カイさんも送ってきてくれてなかったっけ、僕に。あ、そうです、それ余ったから。いや、余、こんだけあるとは。え、カイさんはそのこういうなんていうの、ムキムキに憧れてるの、あのスポーツとかやってんの、カイさん。なんか、え、スポーツとか中学の時バードやっ、あとはとプールやってたぐらい。ああ、今弓道だよね。ああ、部活入れてない。あ、入れてないのか。あ、そっかそっか、まだまだまともに始まってないんだ。はい、まだ午前感じ。あー、午前中のみみたいなね。あれ、始まってないですね。なるほど、プロテインシェーカー。今大変な時だもんね、ほんと。そう、カイさん聞き取れなかったんだけど、中学の時何部だったの。え、バドミントンです。あ、バドミントンね。なるほどなるほど、バドミントンか。あら、バーみたいな感じ、すごい。ちょっとバー作れてみ。あ、いいじゃん。あ、ここ神楽さんが働いてそうじゃない、なんとなく雰囲気が。いや、働いてないです。いや、働いてそうじゃない、なんとなく、ね、働いてそう。え、こういう時に、こういうとこになんかチャイナドレスのお姉さんとかいたら、ちょっとかっこよくない、様になってそうじゃん。頭があれだけど。それ僕はダメだけど。僕はちょっとうんちだからダメだけど。だからリア充ココナッツジュースを2人で。本当だね。でもうんちとリア充になってもちょっとあんまり嬉しくないんじゃない。なりたくないや。ここぼったくりだよって。ポッキー5,000円。あるある、怖い怖い。たまにぼったくりもあるけど。テーブルチャージ10万。
もうよくぼったくり動画で出てるよね、そういうのね。いや怖いわ。まあ、カイさんは大丈夫だろうけど僕みたいなのが危ないよね。銀玉に温泉って出るんだっけ、出てるんだっけ、なんかネタ的に。わかってそれぐらい本当に魅力がすごい欲しくてやばい。なるほど。あ、五右衛門風呂。カイさん、五右衛門風呂入ったことある？ないです。あー、ないよね。なかなか多分高級な温泉旅館みたいなとこ行ったらなんか楽しめるみたいなのがあるかもしれない。どういう、そうだね。もうなんか浜辺に捨てられたうんちみたいじゃん、もうそこ隠されたら。ね、体隠されたら。うんちが動いてるみたいじゃね。危ないよ、これ。大丈夫です、これ。ソフトクリーム、ソフトクリームのチョコ味なんで大丈夫です。うんちがもごもごしてるっていう。わけがわかんない。わけがわからないよ。あら、あ、ほんとだね、黒だね。あ、でもそっくりじゃん。いいじゃん。結構いい感じだな。カグラは結構いい感じだった。うん、ほんとほんと。いいね。そのドレスは？自分、あの、売ってたやつ？チャイナドレスは売ってるやつ。すごいね。本当にぴったりじゃん。たまたますってるねえ。あ、よく見えるようになってるじゃん。カグラとカムイのシーン。この間はもう視点変えなきゃ見えなかったもんね。あ、本当だ、いた。これ枕で選べた。いいじゃん。かわいい。合ってるね。なんかあの。なんかさ、顔だけ日焼けしてない人がなんか寝転がってるみたいじゃない？変なの。あ、なんか見えなくないかも。あ、あ、ほんとだ、あったあった。見逃してたわ。最後のプレゼント。うんち、え、なんだっけ、木の枝、紙袋、うんちときて最後なんでしょう。チョコソフトじゃん。あ、ビーチタオル。あれ、ちょっと待って、ビーチタオルはあれか、切れないのか。これは家具ですね。最後葉っぱだから。うわ。あれ、一通り回った感じ。オッケーオッケー。どれどれ。あら、書いてくれたの。6月9日に。あ、やっぱり銀さんがちょっとすごい気合い入ってる感じする。テンポが難しくて。うん、でも似合ってない？こんな感じだよね。あ、でもいつものカイさんの感じか。なんかすごい可愛いね、やっぱね。ゆるキャラ。そしてあの尻尾がやっぱりこん棒になってるっていう。いつものカイさんの可愛いね。でもこん棒の方が楽なんじゃね。いや、わかるわかる。いや、でもさ、こういう系統で突き進んでイラストレーターになってる人もいるもんね。僕あれだっけ、これってさ、これで描けるっけ。ほんと無理なんだよ。あー、ちょっと怖いな。毎回そういうの、毎回携帯モードでやってるせいか、たって指で描くから、毎回楽。絵描くとき。あー、確かに指で描いてんの。指というよりか、なんか専用なんかタッチペンで描いて、なんかあのスイッチに反応するタッチペン使って。うん、ああ、はい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 、あのスマホのスーペンみたいなやつでね。ああ、そういう感じ。これ色塗りがないね。太さは変えれるんだっけ。色太さは変えれる。色塗りの場合がちょっと、いや、3色ぐらい。あー、ちょっと黒にするのやめた方が良かったかな。せめてこの色にするかと。いつもみんなに待ってもらってるけど暇だろうなと思ってね。今カイさん見てるからいいけど。よし、お、完成は近いよ。お、だいぶ出来上がって。あ、見たの。いや、いや、そんな感じな。
よし、できた。あ、来たんだ。はい、できました。やっべ。後で、あの、カイさんからもらった海さんからもらったプレゼントを今回ね書きました。あちょっとね、やっぱあの垂れてきちゃって、こう匂いがするかなっていう感じの絵をね描いてみました。海さんありがとう。今の僕だよこれ。海さん今の僕見て。えあれでもなんかいい感じ。あれこの子かわいいわ。あ、いや、黒いわ。今の僕だからねこれね、ほら。なるほど。すごい、やっぱり全然違ってた僕の思ってたのと。あれなんか違くないここ。え、あ、ここだった。隣の道進んで恥ずかしい。あら、あら、あと少ない。あら、もうありがとう。救急じゃないけど。いやいや、十分十分、ありがとう。いつも相当自分なんか、うん、適当に用意したプレゼントがこんなにあると思う。本当だね。僕は全然打ち合わせしてなかったもんね。もうどれで行こうかなって言って、あの箱も良かったし、袋も、うん、うんちもよ、うんちも良かった。ちょうど良すぎるでしょこれは。いや楽しかったです、カイさんありがとう。またね。はい、ということでね、今回はカイさんの島に行ってみました。新高校1年生でね、世間がね今大変な時で、まだね学校がほとんどスタートしてない時に収録しました。前回島を訪れた時も女子高生でしたけど、今回も女子高生ってことで、別に女子高生選んで行ってるわけじゃないからね。でも次回も女の子のところに行っちゃうかも。ということで、よかったらまた次も見てください。それじゃあ土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。